日本平動物園でオオアリクイを担当している江林です。日本平動物園ではオオアリクイの藤尾とひなの2頭を飼育しているんですが、今日は男の子の藤尾について紹介していきたいと思います。はい、こちらがね、藤尾の大好きなオレンジになります。こちらをね、あげながら紹介していきたいと思います。藤尾くんは2010年の8月19日生まれの男の子です。性格はとっても構ってほしがりで、飼育員や他のアリクイの口をペロペロするのがとっても大好きです。最近ね、ずっと仲良しだった息子の文馬くんがお婿さんに行ってしまったので、最近ね、ひなに構ってほしがってるんですが、ちょっとね、ひなちゃんはあんまりお口をペロペロするのが好きじゃないみたいで、なかなかね、ハマってもらえずに、最近ちょっとね、寂しそうな感じですね。はい、そしてね、今アリクイさんがペロペロと長い舌を出して、このようにオレンジを食べているのが分かりますか？はい、アリクイは名前の通り野生ではアリを食べています。この長い舌をアリの巣に入れて、中のアリを上手に食べることができるんです。はい、それではこれでアリクイの紹介はおしまいになります。皆さんぜひ日本平動物園のオオアリクイに会いに来てください。